はい、みんなストップストップ。はい、まずこちらの前回の動画を見てからじゃないとこちらの動画を見てはいけません。全く見てない人も一度見た人もまず第1話見て、それで続けて第2話を見てほしいんだよ。約束だよ。はい、ということでまた1話見てきましたね。それでは第2話スタート。こんなところ呼び出しちゃってごめんなさい。チャイちゃん緊張してるな。え、あの人は何なんですかって。ほら早速聞かれてるよ。それはなんて言ったらいいかな。あ、困ったな。こうやって聞かれると思ってなかったもんな。チャイちゃん、そんなのだったら本当に失敗しちゃうよ。もうシューまっかりまかまかシューふわふわポワンポワン、生クリーム飛び出てたろー。そうなの、シュークリームなの。シューふわふわ。本当私ってバカ。お昼にシュークリーム食べようと思ってカバンの中に入れてたんだけど潰れちゃったみたいで、だからとりあえずそこに置いたの。ケンケンもそういうことあるよね。いや、ないでしょ。そうそう、やっぱあるよね。あるのかよ。あ、よけね。頑張れ、ケンちゃん。国語のテストどうだった？あー、言えなかったか。すごい、92点。ケンちゃん、前から国語得意だったもんね。ジャイは98点だったけど。超えちゃったよ。そんな話じゃなくて、ケンケンが体育祭の時にバレエをやってて、そのアタックがすごくて、そのアタックがチャイの心にもアタックみたいな、チャイにとってはブラジル選手のようなすごく角度の続いたアタックで、それをもしチャイがレシーブしたとしたら、ボールが天井高く飛んで、そのボールが丸ではなくハートに変わったみたいな。独特な表現だけど、いいぞチャイちゃん、頑張れ。あ、そう、私はあなたのことが好きです。あー、JY パークの心やっちゃった。もしこんなチャイでよければお付き合いしてください。 OK でしたらチャイにキスを。下心出しちゃったよ。いや、やっぱりケンケン恥ずかしい。え、嘘だろ。そんな大好きな人が近づいてきたら胸が弾けちゃう。メロ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 マンメロ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 マンメロメロメロ。ああ、夢だったのか。はい、高評価押しちゃおう。さあさあ、いいと思ったら押してね。ちょっとそこのあなた、チャンネル登録してないんじゃないの？そりゃダメだ。チャンネル登録することによってあなたが幸せになれるんだよ。そうなの、このチャンスをお見逃しなく。